マコマナイ屋内競技場は札幌市南区にある多目的施設。北海道積水ハイムがネーミングライツを取得し、名称がマコマナイ積水ハイムアイスアリーナになっている。北海道立マコマナイ公園にあり、北海道道82号、西のマコマナイ清田線を挟んで、マコマナイ積水ハイムスタジアムがある。1972年の札幌オリンピックアイスホッケー競技。 フィギュアスケート競技及び閉会式に使用し、国立の屋内競技場として建設した。同オリンピック開催時の名称は、まこまない屋内スケート競技場だった。多設地域としては、日本国内初となる大ドーム建築であり、当時は屋内スケート競技場として、日本国内最大規模であった。これまでに、全国規模や国際規模の競技大会や各種イベントを、 開催しており、新日本プロレスの工業、スターズ・オン・アイスや、ザ・アイスなどのアイスショー、コンサート会場などにも使用している。かつては、日本アイスホッケーリーグ、世界ボクシング協会、世界ボクシング評議会、スーパーウェルター級タイトルマッチは自魔高一、シルバノベルチに戦や世界ボクシング協会、ジュニアフライ級タイトルマッチグ試験要項リゴベルト、マルカノセンといった、 世界大座防衛戦も開催していた。また、北海道拓殖銀行の解散が決まった最後の株主総会の会場でもあり、当日は1000人の株主が詰めかけた。この日は、マコマ内駅から30台以上の貸し切りバスが、ピストン輸送で株主を運んだ。付属体育館。ありがとうございます。